1980年大統領選挙におけるレーガン陣営のピンバッジ。レッツメイクアメリカグレートアゲ r ンと書かれている。メイクアメリカグレートアゲ e ンとはアメリカ合衆国の政治において用いられる選挙スローガンである。1980年の大統領選挙において、ドナルド・レーガンが使用したのが最初であり、近年では、 2016年の大統領選挙と2020年の大統領選挙においてドナルド・トランプが使用している。2016年大統領選挙におけるトランプ陣営の作成した帽子。2020年大統領選挙バージョンの帽子。この標語は1979年、アメリカ合衆国が高い失業率とインフレーションを特徴とする深刻な経済状況悪化に悩まされていた頃に、 作られた。メイクアメリカグレートアゲインの標語は、1980年大統領選挙における、レーガン陣営のピンバッジやポスターに使われた。この標語は2016年大統領選挙において、ドナルド・トランプが選挙運動にて使うまでは、レーガン政権を象徴する用語として使われていた。レーガンが大統領を辞した後、この標語は、ドナルド・トランプによって使用されている。 トランプは2016年大統領選挙の活動のために商標出願し選挙運動の初期の頃にこの標語を載せた帽子をかぶることで世に広めた。2013年にコナミより発売されたアクションゲームメタルギアライジングリベンジェンスに登場するアームストロング上院議員はゲーム内のカットシーンでこのスローガンを口にしている。強烈な社会風刺で知られる。 アニメサウスパークでは、Where My Country Go の回で、トランプと応募式人物の選挙運動に加わった、ギャリソン先生の支持者が、このスローガンを身につけている。プロレス団体、WWE のスター選手である、ダレン・ヤングとかつてのスター選手であったボブ・バックランドは、2016年5月より、WWETV にて、バックランドが、 ヤングのライフコーチを引き受けるという役どころで登場するという映像の放送が開始され、その中でバックランドはメイクダレン・ヤンググレート・アゲインと公約している。なおドナルド・トランプは2007年に当時の WWE オーナーで共にゲ疑惑があったビンス・マク・マホンとお互いの頭髪をかけ対決し勝利したことがある。アメリカのロックバンドホールアウト・ボーイが2015年に出した。 リミックスアルバムメイク、アメリカ最高アゲイン、コメディアンのデビッド・クロスの単独ツアー、メイキング・アメリカ・グレート・アゲイン、ロック・コンサートツアーメイク、アメリカ・ロック・アゲインなどは、すべて標語にちなんだものである。トランプと2016年大統領選、共和党候補の座を争ったテッド・クルーズは、トランプが2016年1月28日に、 アイオワ州で開かれた討論会をボイコットしたことを引き合いに、メイク・トランプ、ディベート・アゲインと書かれた帽子を売り出した。コメディアンのジョン・オリバーは、自身の HBO の番組ラスト・ウィーク・トゥ・ナイト・ウィズ・ジョン・オリバーの中でこの、標語を茶化し、トランプの祖先の名前がダランプフであったとして、視聴者にメイク・ Make、ドナルド・ダランプフ・アゲインと提案。この番組は8,500万人に視聴され、 HBO の視聴者数記録を塗り替えた。イギリスの女優、モデルのエリザベス・ハーレイは、アメリカ合衆国が、イギリス帝国の植民地だった歴史を踏まえて、メイクアメリカグレート、ブリテン・アゲインとト,トランプを茶化した。2020年2月、トランプはこの略語について、時価総額が1兆ドルを超える4つの巨大 IT 企業、マイクロソフト、アップル、グーグル、および、 アマゾンの略語であると冗談を飛ばした。これは2018年8月のフィナンシャルタイムズの記事からかもしれないと言われているドイツ語読み。祖父フレデリック・トランプの公も参照。ありがとうございます。